演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらこちらのチョコレートドーナツを食べたいと思います。結構入ってますね。これ書いてあるのアイフーズっていうメーカーさんのドーナツらしいですね。うまく書いてある。あー、どんなドーナツなんだろう。この和菓子系ドーナツとはまた違った感じですね。中身はなんかちょっと不格好ですね。まあそういうものなのかもしれません。あ、甘い香りがすでにしていますね。では、ご対面、触った感じはしっとりとしているような感じでしょうか。わ、ほろほろ崩れやすい。これ崩れやすすぎでしょ。早く崩れないうちに食べたいと思います。いただきます。この崩れやすさはちょっと、でもチョコレート美味しいです。ドーナツの生地は本当に持った瞬間に、まあ皆さんの目の前で見せてしまいましたが、崩れてしまうほどにポロポロしっとりとしていて、口の中に入れてもそれはしっとりしているので、ちょうどよく口の中に甘さを広げてくれましたね。チョコレートの甘さも程よくてとっても美味しかったです。ただもうちょっと硬い方が手で持つ分には食べやすかったかなとも思いましたが、それでも本当に美味しいドーナツでしたので、こちらを点数させていただきます。ちょっと2杯ありますから、みんなで持ち寄ってなんていうのもいいですね。他の味もあるのかな、また食べてみたいです。それでは青唐辛子、王様に盛るは犯罪や。じゃあそらそうでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけるともっと嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。